昨日履いてたスカートが擦れたのかなとか思ったりもしたんだけど、で今日かゆくて、そうかゆくてね、ちょっと保冷剤で冷やしてみたりとか。ああ、確かにこれ劇場で足見たらすぐ分かっちゃうわ。足見せませんけどね、ちょっと今言ったことはなかったことにしてください。はい、とってもバタバタしてますね私。はい、落ち着きますよ。今日私あんまりさ、虫のめっちゃかくの、本当にかゆくて、てか夏になったら私さ、大型ってめっちゃ蚊に刺されるっていうじゃん、わかる？あんま聞かないのかな、私がそう聞くだけなのかわかんないけど、大型の蚊って座りやすいっていうんだけどね。そう、今日両足のこっち側のところと太ももじゃない、この辺がね、もう真っ赤っかなの今で。ね、スースーしないのかなと思って買った虫の薬、スースーしたの。 無比とか塗ったことない。なんか匂いがダメって思って違うシリーズの買ったんだけど、しっかり無比のしま匂いがしましたので。さ、このさ、虫とかそういうスースーする系ってさ、書いたところに塗ったらそのしみないのかなーって思って。そうなの、ご飯食べようとしてんのに、なんでさ、これをさ今塗ろうとしてんのかな私って。ちょっと意味わかんないよね、すまんね、かゆくて。本当に明日私ね、ピカチュウとかのさ、虫パッチっていうのあれあるじゃん、あれ買ってこようかなって思ってる。 そう、かきむしったら後になる。そうなんだよね、そうなのよ、気をつけなきゃなの、気をつけるね。だから本当に頑張って、私今塗って我慢してるけど、やっぱ病院の薬の方が一番いいのかなって思ってみたりもするんだけどね。塗ってすぐ痒くなるから、それもさ、そのよお腹出して歩いてるから、最近お腹出して歩いてるとなんかちょっと気持ち悪いけど、なんて言うんだろう、服がおへそが出ちゃう服を着て歩くことがさ、このぐらいの時期になったら暑いからあるじゃん。さ、アンパンとかね、そう、そのやつを毎年買うわけです私は。はい、みんなも貼らないの、足とかにさ、手とかに。そうだからお腹にもさ刺されちゃって、今横腹真っ赤っかなんだよ。 でさ、昼間に痒くなってさ、絶対布団とかのせいじゃないのにさ、謎に今日全部洗濯したよね。 何じゅっちゃん植木鉢刺してんの？そうだよ、リーフレタス。お腹もさ、そうなの。9日夜公園行くよ。やったー、ええんじゃん、缶バッジつけてきてね。 私ね、友達に、めっちゃ仲良しの友達にニキビパッチを3種類もらった。で昨日さ、めっちゃ痒くてね、足にニキビパッチ貼って寝た。 なんかね、この痒い時ってあれなんだって、空気を触れさせなかったら痒くなくなるらしいの。だから傷板とか、傷板ってみんな言わないでしょ、絆創膏っていうの、カット板っていうの分かんないけど、まあ、そのシリーズを貼るの。そうだからニキビパッチも空気を通さないなと思ったから、私は貼って寝た。 でさ、寝てる間にさ、外れるかなと思ってたんだけど、外れずにしっかり貼られたままだったから、素晴らしい。私さ、この15分の間にさ、ずっと喋ってるってみんな気づいてる？ ね、寝相がいいんだな。多分ね、私そう、寝相いいの。あと私ね、あれだよ、めっちゃね、年中体があったかい人間だから、そう気づいてるよ。 そうだからさ、布団とかも熱くなるよねみたいな。
たいな、今何の話してたんだろうね私、トンとかも熱くなるよねみたいな、今何の話してたんだろうね私。私ね、そのメールでさ、今日はパパとどこどこに行ったよみたいなの載せたんだけど、みんな仲良しだねっていうの。私本当に仲いいからね、みんな、あの軽く仲良しとかじゃないから、このなんていうの、写真撮るだけの仲とかじゃないからね、本当に仲良しだからね多分なんかさ、みんな高校生とかなったらさ、そんななんていうの、パパと出かけたりしないって言うじゃん。うち出かけるからね全然そう、ばあちゃんとも仲いい。うん、そうだね。まあほらあれじゃん、転校したらさね、こうばあちゃんと富山に帰った時にね、ばあちゃんと過ごす時間も増えるから、まあそれはそれでいいのかなと思うけど、仲良いで。この前はばあちゃん家に泊まったよ、一日ばあちゃん独り占めしとかしちゃってみた洗濯物もお父さんと一緒に洗える、全然洗える、パパが入ったお風呂の後にも入れる、あの一緒に入るとかじゃなくてねそういうことじゃないよ、全然一緒の洗濯機でも OK だし、同じ湯船でもいいし、別に一緒に寝ることもできるよ一緒のお布団で寝ることも、こうやって仲いいのいいことやね、でしょ。ってことで皆さん気づきましたか、あと2分で終わらなきゃいけないんです。ってことで皆さんバイバイしますね、すんませんね。私ね結局ご飯温めてね終わったの髪上げてるから、確かに髪ねここまで上げてるの久々だよね。そうパパと今配信見てね。